店長武蔵チャンネルでございます。こちらはですね、モンスターですね。今日の午後、予備券に行ってまいります。はい。で、こちらはね、走行距離はまだ1万3000キロ台だったと思いますね。はい。それぐらいなんですよ。うん。で、年数的にはもう10年、やっぱりね、経過しております。10年で1万3000キロってことは、まあ、単純計算でね、1年間に1300キロぐらい。ということになるんですが、まあ、実際はね、そういう乗り方はしていないですよね。はい。で、車検切れてから、やっぱり寝かせてあった期間っていうのが、こう、あります。はい、あります。ですので、その間に、ね、メンテナンスをしていないということに、まあ、大方なりますね。はい。車検だって、ほら、切れて乗ってないのに、メンテナンスだけする人っていうのは、まあ、あんまりいらっしゃらないわけです。はい。ということで、まあ、いろいろね、こう、例えばブレーキフルードとかももうね、抹茶っちゃですしね、はい、こういうのも変えていくと、まあ、いうことになるんですけど、なるんですが、はい。で、まあ、中古車ですよね、やっぱりね、中古車を選ぶ際に、まあ、気になるポイントっていうのはね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、外観とかね、はい。もちろん、明らかにガリ傷とかあって、これ、倒れてるなとかね、転んでるなとか、まあ、そういうのはちょっとね、あれですけど、まあ、外観が、まあ、綺麗ね。うん。それはやっぱポイント高いと思うんですけど、あと、あれじゃないですか、走行距離ね。はい。まあ、メーター距離。が少ないものが欲しいというのが、まあ、多くの、方のね、うん。選択のポイントになるんじゃないかなと思うんですけども、うん。で、まあ、実際走行距離が少ないから、いいのかっていうと、やっぱりそういうことではないんですよね。うん。で、一番いい車両っていうのは何、中古車って何ですかね。まあ、例えばほら、同じ年、ちょうど10年前に販売されてて、もう販売終了は、ね、10年前に販売終了して、でもそれが欲しいと言った場合ですよ。そういうのが欲しい。ね。で、その車種が欲しいんだっていう場合です。はい。そうなった時に、まあ、走行距離が少ない。ね。外観が綺麗とか、まあ、いろいろあるんですけど、一番いいのはね、やっぱり走行距離が少ないのはいいんですけど、乗ってない、あんまり乗ってないんだけど、メンテナンスだけはしっかりしてきてる車両ね。そういうのがあれば一番いいですよね。うん。だ例えばほら、乗らないから、ブレーキ、エンジンオイル変えません。ブレーキフルードも変えません。ね。まあ、これは空冷だから、そうですね。うん。まあ、その他ね。はい。基本的に何もやりませんって置いてあった車両とね。いや、たまにしか乗らないけど、いや、今、車検もちょっと切れちゃったけど乗らないけど、もう定期的に点検はやるんだっていうね。うん。そういった車両、っていうのもあると思うんですよ。ね。実際にやる方もいらっしゃると思うんですね。だそういった車両があれば一番いいんですが、やっぱりなかなかね、どちらかというと乗らないっていう。乗らないっていうことはお金かけないっていうね。はい。まあそういうことになっていくのかなっていうね。なので、まあそのあたりで、これちょっと洗ってね、はい。戻しますけどね。はい。で、まあ多分そちらから見てもね、この黄色くなってるの分かると思うんですよ。でも、年数的にそんなにすごい交換しないで置いてあったっていう感じじゃないですね。これだったら、ダックスの、今、ダックス125と変わらないですよ。うん、それぐらい。うん。ダックス125だけじゃないですよ。PCX でしょ？ハンターカーもそうじゃないですか。うん。だあの辺の、やっぱホンダさんのは、おそらく、大量、一括大量で、ドーンとね、ブレーキパーツ、一度に10万セットとかね、そんな感じで注文するんじゃないですか、発注して。だから、その安く、そのぐらい安くしてくれっていうようなね、予算的にね、まあ、あると思うんですけど、違うんですかね。まあ、ブレーキメーカーで働いてる方だったらね、よくご存知だと思うんですけど、そうすると多分、まあ、これもみんな私は家庭で話してますけど、出なかったら、工場で入れてるんだったらですよ。工場でブレーキフルードをその時に、LINE で入れてやってるんであれば、製造新しいんだから、そんなにフルードが黒くなるわけないんですよ。と思いますよね。うん。ということはやっぱり、ね、ブレーキ、マスターシリンダーからこうホースがずっとね、今 ABS ついてますけど、ABS ユニット、そして、ブレーキ、キャリパーまで、そこまで意識をこう導入してるんじゃないかと思うんですよ、ブレーキメーカーがね。はい、そう。なんで、それを生産ラインでこう組み立てていくっていうね。まあ、フレームにまずエンジンがくっついてやれ、なんだ、多分足回りより前に、どっちが先なんですかね。ね。おそらくうまいこと多分順番があると思うんですけど、それでブレーキを組んで、やれなんだ、サスペンションつけてとか、まあそんな感じなのか、うん、やってんじゃないかと思うんですよね。出なかったら、やっぱり汚れるわけない。汚れるわけないっていうか、そんな汚いね、うん、ブレーキフルード、そう、
新車で買ってまだ半年とかそんな感じで、色がね、もう、あれ、もうだいぶ黒いねってことはないわけですよ。うん。ね。はい。と思うんですけどね。はい、ただ別にそれも別にいけないとかそういうことじゃないんでね。うん。だ気になれば交換すればいいし、うん。それもほら、お店の判断でね。お店の方で、あ、これちょっと変えときますねってね。変えてくれるようなお店だったらいいんじゃないですか。そんなこと思いますけどね。どうですかね。うん。まあ、みんなお店次第です、やっぱりね。うん。だって売ってるところはお店だから。作ってるのはメーカーだけど、ね、メーカーは作るだけで、販売はお店にね、任せてますから。はい。おお。はい。あと、これクラッチフルードもあるんで、クラッチフルードも買います。まあ、ただね、どかのね、クラッチフルードね、これみんな変わってるか、すぐ黒くなる印象ありますね、クラッチフルードに関しては。はい、多分ゴムとかのなんか関係がするのかもしれないですけど、1000キロも走らないでもう真っ黒みたいな、そういうイメージがありますけどね。昔 ST2 っていうの乗ってましたけど、なんかもう、ま、すぐ真っ黒になっちゃった。やっぱり、あ、これすぐ黒くなっちゃうんですよねっていう。まあまあ、とりあえず問題はないんですけどっていう、ね、なんですかね。ブレンボがいけないのか、ドカティのそのシステムがあれなのか、はい、うん、例えばほら、このクラッチレリーズとかね、この辺が悪さしてるのか、うん、ちょっとわからないですよね。よし、そしたらば、こっから、これもね、こっからそのまま抜けちゃうからね、そう、このキャリパンの中のフルードを入れ替えるのはちょっとできないんですよね、うん、厳密にはね。バラすしかないっていうかね、うん、そう、で、バラして一回全部捨てて、綺麗にして、で戻して、でフルード上からまあね入れるっていうね、そういうやり方をするしかないんですけどね。はい、そうなのでね、走ってないのっていうのはですね、戻りますけどね、いいかって言われるとそうでもないんですよ。うん、やっぱり年数なりに定期的にずっとね、車検も切らさずずっと乗ってるような車両の方がいいですよね。うん、やっぱりね、ただやっぱりそうするとどうしても走行距離増えちゃうんで、年数経ってるとね、うん、そうすると売りづらいっていうね。うん、で、例えばですよ、新車みたいな状態のやつ、いわゆる、まあ新車でもいいんですけど、未納税でね、ずっと置きっぱなし、お店にずっと保管してあった、ね、売れないで置いてあった、ね、そういう車両があったとして、まあ高いですよね、やっぱりね。うん、高い。だけど、じゃそれそのまま乗れるのかっていったら乗れないわけですよ。高くて、しかもさらに乗れない、そこから整備しなきゃ乗れないわけです。はい。一通りみんなやったら、ね、すごい金額になっちゃうでしょ。うん、だからまあそういうことなんですよね。うん、結局、乗れるような状態だから高いっていうわけでもない、走行距離が多ければ、ね、やっぱり安くなっちゃうんですよね。うん、もうその中でも、これ、明らかにこれ、いい車両だなっていうものもあるんですよ、やっぱり。うん、だそういうのはやっぱそこそこの金額はいきますが、でもやっぱり走行距離の少ないね、放置っていうか、まあガレージとかでずっと保管してあったような車両に比べればどうしたって安くなっちゃいますよ、距離増えてればね。はい、たとえ今すぐ乗れるいい状態のものだったとしても、うん、やっぱりそれはそういう車両の方が売れるからですよね、走行距離が少ないやつの方がね。どうしようもないんですよね。うん、だから結局メーターを交換して戻すとかね、そう、昔だったらメーター戻すみたいなね、あとメーター交換するとか、そういうのが出てきちゃうわけですよ。でそういうことがあっちゃいけないから、まあ、車検のあるバイクだと、ね、常にこう履歴残してね、うん、何キロだったっていう履歴残したりとか、あと車とかでも今通信しててね、メーカーとね、メーカーが今何キロなのかって全部把握してるとかね、うん、だそういうのもありますよね。うん、まあ、車の場合は簡単にメーター交換とかね、できないですけど、オートバイの場合は、ね、あと、車外メーターに変えちゃうっていう場合もあるでしょ、オートバイだと。ね、それだけにしちゃうっていうね、カスタムみたいにしてね。そうするともう距離なんかもうわけわかんないんで、はい。まあ、そういうのはね、まあ、それで納得っていうことでいいんでしょうけど、まあ、一般的な中古車はね、それじゃまずいわけですから、はい。うん。で、明らかに、これ結構走ってるなって、って分かるのにメーターが少ないというのはありますね、そういうのはね。そういうのは分かるんですよ。あ、これ交換してんじゃないかな、あ、これ明らかにやってるな、交換してるな、分かるんですけど、まれにやっぱり
すごくね大切に乗る方がいらっしゃるわけですよ。いい状態で本当に。そうすると例えばそれが実際5万キロ走ってたとしても、じゃあこれいや1万5000キロですって言ってわからないような車両ってやっぱり現実であるんですよ本当に。だそういう車両っていうのは、まあ、仮に、ね、メーター5万キロだったとしても、うん、別に全然ね、うん、いいんですけど、ね、ただ実際にやっぱり売ろうとすると売れないっていうのはね、その見合った金額では売れないってことですよ、うん、そういうのはあるんじゃないですか、うん、そんなこと思いますけどね、はい、まあいろいろとね、はい、うん、まああとはだから1万キロ前後とかってね分からないんですよ。非常に分かりづらくなってくるんですよね、うん、これが例えば1000キロ2000キロですっていうと、やっぱ車体確認していくとね、ああこれ間違いなく走ってないねって分かるんですけど、そうじゃない車両、うん、やっぱり1万キロ前後、ね、8000キロとかになってくると、そうで年数経ってるとね、うん、ちょっと分からないっていうのがありますよね。でタイヤとかも一回交換されてるとなると、うん、当時のタイヤがついてればいいんですよ、新車当時のタイヤが、うん、そうするとあこれ新車当時のタイヤだとね、あとブレーキディスクとか、あこれ明らかに減ってないなって、ね、でボルトとかも外した経歴、ね、形跡がないということであればブレーキディスクもとあ新車当時のだなとかね、うん、で分かるんで、はい、まあいろいろねありますけど、はい、さてそしたらですねブレーキフルードを上から入れて下から、まあ、抜いてね、まあ、交換できる部分では交換するということですね、はい、でクラッチもそうですね。でこれ、セミラジアルマスターっていうタイプがついてるんですね、ブレンボのね、はい、でここにもエア抜きついてるんですけど、だからまあ、マスターシリンダーのところもエア抜きできますよっていうね、そういう作りになってます、はい、さあそしたらですねこれちょっとやって、あとライトの光軸ね見て、うん、でこれありますね、あります、はい、あとリフレクターこれついてますね、大丈夫ですね。であとトーカル全然もちろんつかない、あとこれシングルシートカウルついてると一人乗りになっちゃいますからね、これ外して、はい、ありますね、あとはこれ予備券なんで、あの大きさとかはもう測るんで、はい、その場でね、うん、あの変更があれば変更するんで、はい、はい、はい、近所のジャンゴの、はい、かなり先輩の方がですね通りました向こうね、はい、こちら見てましたけど、外いなかったから気づかなかったかもしれないですけど、はい、さあそんなところでですね、いい中古車をぜひね、探して中古車、探して中古車というかね、もう中古車しかないんだとこの車種はっていうね、まあ、そういうことであれば、まあ、いいものを見つけてご購入いただければと、思います、はい、まあ、現行があるんであればね、現行車種があるんであればそういうんじゃなくてもいいと思うんですけど、はい、そう V ストロームとかあれ33キロ今ね、まあ、ほとんど新車ですよね、うん、まあ、5月に登録されちゃってるからもう6、7、2ヶ月は経ってますけどね、はい、でメーカー保証はね、スズキは全然問題ないんですよ実は、はい、保証登録されてるんで、うん、一応確認しました、はい、あのメーカーのなるでね、そうで5月、車検取った日ですね、車検登録した日です、登録した日ね、要は車検取って登録した日、車検取ったって言わないか、関係に多分取ってるんでね、そのまま書類でやってますから、はい、その時からだからで、オンラインのね、いわゆる入れ替えみたいなのないって言ったんです、鈴木は、はい、だから結局保証書、まあ、どうしてもっていうなら保証書にこう左側に書くっていうね、ただそれだけ、それでもう、まあ、とりあえずだお店の名前書かなきゃいけないから、でうちで買っていただければうちでね、あ受けてあのやりますってできるんですけど、遠方だとそれできないでしょ。そうするとうちの名前書いて出してもしょうがないので、そのお近くのお店で、保証継承っていうのをした方がいいと思う。中古車で買ったんですけどって言ってね、まあ、その方がいいと思うんですよね、うん、いきなり行ってクレーム処理してくれって言われるとやっぱりいやちょっとって言われちゃうパターンが多いと思うんですよ、はい、ほら前から付き合ってないわけですよ他の車両とかでね、であのちょっと買ったんだけどって言って、あほとんど新車みたいなの買ったんですねなんつってね、いや実はここああ分かりました、じゃあちょっと見ますねって言ってね、うん、でそういうのは、まあ、クレーム、うん、修理っていうかねできるかもしれないですけど、いきなり知らないお店行ってクレーム修理だけ修理だけしてくれって言われると多分 あんまりいい顔はされなくなっちゃうんで、それだったらもうここに行こうと思ったらそこで、保証継承ねしてもらうっていうね、
まあ、ただ書くだけなんですけど、ね、そうで、まあ、お店のハンコをしてもらうっていうね、まあ、部分ですかね、はい、まあ、それだけやっていただければなと思うんですけどね、はい、ああいう車両に関してはね、はい、そう SV650X は、ね、登録されてないでしょまだ関係状態だから、あれの場合はもうどっかで登録するしかないんですよね。鈴木はでもできるっていう話変でしょ、本当変だ、これホンダだったらできないんですよね。ホンダは通販、あのいわゆる、業販、オークションか、オークション通して買っちゃうとどこのお店のかわからないから困っちゃう時があるんですよね。そういう車両はね、登録メーカー登録されてないってなっちゃうと非常に困ると思います。だからそれは新車とは言わないですよね、なので、まあ、それはちょっと気をつけていただくということですけどね。ヤマハもどうなんだろうな、鈴木は大丈夫なんだよね。鈴木は庶民の味方よくわかんないですけど、はい、よし、そしてやろう、はい。